ありがとうございました。それでは夜に泣くの皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。かっこよかったですね。ギュインギュイン言ってましたね。素晴らしいです。失礼してこちらから失礼します。ではちょっとボーカルの竹口良一郎さんにお話を聞こうかなと思いますのでお願いいたします。良一郎さんは先ほどもご自身でね語っていただきましたが、ショーの卒業生ということでボーカル科の卒業生なんですね。そうですね、はい、去年今年の3月卒業いたしました。ありがとうございます。それではですね、出身を教えてください。私ちょっとさっき聞いて、はい、びっくりしちゃったんですけど、出身僕、高校3年生まで北海道にいまして、北海道出身でございまして、はいはい、新潟に来ていただいたということ で、このショーに来るために新潟に来ました。なぜ新潟を選んでくださったんでしょうか。環境ですね、一言で言うと。やっぱりこう、やっぱ北海道にもあるんですけれども、音楽の専門学校っていうのは、でもやっぱりこう少人数制で、だってちゃんと一学科一学科にちゃんと担任の先生がいてくれて、さまざまな学科の授業の専門の先生がいてくれるおかげで、少人数制ということでやっぱ聞きやすいんですよ、先生とかですね。そういうところと、あとまあ少人数制ということで、やっぱ施設の借り施設を借りるのにもやっぱこう手間にならないというか、待たなくていいかなというところにちょっと惹かれました。なるほどなるほど、ありがとうございます。結構ね、あのそういう疑問を持ってる、あの持って今日ね来てくださった学生さんも多いのかなと思ってちょっとお話聞いたんですけれども、はい、この学校を卒業してこうやってライブ活動、多分いろんなところでやられてるかなと思うんですけど、はい、今に役立ってる学校で行ったこととかってありますか。学校で学んだこととかってありますか。そうですね、それこそ今言っていただいたんですけれども、僕はボーカル科出身でして、この学校に来るまで楽器をやったことがなかったんですね。もうそうなんですね。そうなんですよ。で、よかったなって、本当に今でも役立ってるなって思うのが、ボーカル科の授業に組み込まれている、楽器の授業があるんですよ。ギターかピアノかみたいな、僕のいた頃は、はい、で僕は、ずっとギターの授業を梅川先生に、と受けていて、でやっぱ最初クソ下手なんですよ僕。やっぱもうセンスがないなみたいなことを感じながらずっとやってたんですけど、やっぱこう梅川先生に聞きながら、周りの先輩に聞きながらやっていたおかげで、今ギターと今ベースボーカルをやらせていただくっていう、こういうなんか機会をいただけたっていうのはやっぱりここに来たからかなって思いますね。ありがとうございます。素晴らしいコメントをいただきました。そうですよね、誰でも一番最初はね、下手ド下手で当たり前ですよね、はい、最初のスタートがあってこそだと思うので、でもここまでステージでみんなの前で演奏できるぐらいに成長するっていうこと、続けることも才能だと思います。そうですね、素晴らしいですね。では最後にですね、今日来ていただいた学生さんに向けて一言コメントをお願いいたします。はい、夜になくと申します。僕たちはまだ小さなバンドなんですけれども、新潟の各地で活動させていただいております。こうやって新潟の各地でライブをさせていただいたり、いろんな経験をさせていただくきっかけっていうのは、やっぱり人とのつながりだなって僕は思いました。やっぱこう学校で学ぶのもすごく大事なことだし、学校で学んでからこそギターとかベースとかを弾けるようになった僕もいるんですけれども、やっぱ一番ってその学校で、学んだことを、現場で出していくことだと思います。ボーカルかミュージシャンかとか、ステージに立つ側の人間はどんどんライブハウスに来たりとか、いろんなところで発表してスチューデントライブ出たりとかしてみて、PA とか音響照明とか、音楽ビジネスコースの皆さんたちはどんどん、スタッフとしてオレスタでもいろんなところが今スタッフを求めてます。いろんなところに行って体験してみてください。それが一番の自分の糧になると思います。ぜひ何かあればよりなくよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではよりなくの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。